鶴岡一成は、兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手、コーチ。愛称は、鶴。高砂市立鹿島中学校では、野球部のキャプテンとして、全国大会で優勝し、地元兵庫の振興学園振興高等学校に、進学。3年時には4番で首相として、阪神。 淡路大震災の直後に開催された第67回選抜高等学校野球大会に出場し、初戦は、天野ノユを要する仙台育英高校、2回戦は、大府高校に勝利。準々決勝で後に同僚となる、藤井修豪を要する今治西高校と対戦し、敵時打を放ったものの延長13回さよなら負けを、喫死敗退。 1995年プロ野球ドラフト会議にて、横浜ベースターズから50名指名を受けて入団。背番号は57。1996年シーズンから1999年シーズンまでは、二軍生活に終始。2000年9月1日の大阪新戦で、7回表に、阿波野秀幸の代打の石井義人の代打として、 起用され一軍初出場を果たした。この年は3試合に出場し、プロ初安打も記録したが、一軍に定着するまでには至らなかった。2001年シーズンは9試合、2002年シーズンは12試合に出場し、アジア大会にも日本代表として出場して、銅メダルを獲得。しかし2003年シーズンは一軍出場なしに終わった。2004年シーズンには、 聖保守の相川良二が、アテネオリンピックに出場するため、離脱、中村武氏も負傷したことで、出場機会を得て、相川に次ぐ2番手保守として一軍に定着。8月24日の大阪新戦で、プロ初本塁打を記録。試合数は少ないものの、自己最多の25試合に出場し、打率、400点に本塁打を記録した。 50打席以上で打率4割を超えて、シーズンを終えた選手は、1972年の広島東洋カープの宮川隆夫以来32年ぶり、史上2人目だった。2005年シーズンには、前年の好調を保ちつつ、2番手保守、右の代打として1軍に定着し、シーズンを通して24試合に出場。2006年シーズンは、 相川の故障や投手陣の不調などにより、スタメンに名を連ねる試合が増え、結果的に自己最多の出場となった。しかし2007年シーズンは36試合の出場に、とどまり、4年ぶりのシーズン無本塁打で打率。217に終わった。巨人時代2008年6月10日に、サナダ・ユキとの交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍。背番号は、 交換相手のサナダがつけていた43に決定した。移籍後は CS で本塁打を放つなど、日本シリーズ出場に貢献。埼玉西武ライオンズとの日本シリーズでは、右肩の故障により守備につけなかった安倍晋之助に代わり、全試合に出場。2009年シーズンには、開幕から週に1.2試合のペースで、先発出場の機会を得た。 その中で、セスグライシンガーと抜群の相性の良さを見せたため、安倍晋之助の負傷が感知した後も、グライシンガーの先発時は専属バッテリーを組んだ。4月10日の大阪新戦では、自身初の2打席連続本塁打を記録した。2010年シーズンには32試合へ出場。打率、229に終わった。2011年シーズンには、 プロ16年目にして、初の開幕スタメン出場を果たした。安倍の復帰後以降は再び2番手保守として、チームを支え、前年を上回る34試合に出場。DNA 時代2011年シーズン終了後に、出場機会の増加を求めて、国内 FA 権の行使を表明。12月11日には、横浜 DNA ベイスターズと契約したことが、 球団から発表された横浜球団には4年ぶりの復帰で、背番号は10。2012年シーズンには、7月12日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、石川正則から、プロ入り初となる、満塁本塁打を放つなど、自己最多となる102試合に出場。2013年シーズンには、開幕一軍入りはしたが、開幕保守は、 高木俊人に奪われ、二番手保守としてのスタートとなった。しかし、打撃不振に苦しむ高木が7月26日に1、軍登録を抹消されて、以降は、正保守に定着。8月25日の巨人戦では、山口哲也から日本記録隊となる1打席19球を記録した。前年を上回る108試合に出場し、自己最多となる70安打。 40打点を記録。打順は主に8番と、買いながら二塁打が18本と多かった。また、得点圏打率は30、303を記録した。この打撃もあり、先発出場した85試合でチームは42勝42敗1分と、9月上旬までチームが、クライマックスシリーズ出場を争う原動力となった。 阪神時代、現役最後の日2014年1月6日に、阪神タイガースが、鶴岡の獲得を発表した。久保安友の国内 FA 兼講師による DNA 遺跡に伴う保証措置で、背番号は40。2014年シーズンには、4月10日の対 DNA 戦で遺跡5発の一軍公式戦出場。8番、保守として、スタメンに起用されると、 フル出場で4打数に安打1打点を記録した。この試合から、遺跡5発のヒーローインタビューを受けた同月30日の、対広島東洋カープ戦までは、スタメンマスクを任された10試合中9試合で、チームが勝利。しかし、右脇腹を痛めて5月27日に戦線を離脱。6月30日に一軍へ復帰した直後は、 新人の梅野竜太郎と併用された。シーズン終盤からスタメンマスクを被る機会が増えると、チームのシーズン2位で進出した。クライマックスシリーズでも、全6試合中4試合でスタメン起用。チームの日本シリーズ進出に貢献した。クローザーの後、ノボルカンとバッテリーを組んだ場合には特に相性が良く、シーズン終了後の最優秀バッテリー賞の選考では、 菅野智幸安倍晋之助と一票差の2位に入った。2015年シーズンには、公式戦の開幕時点で、一軍正捕手の座を梅野に明け渡した。しかし、梅野が不審に陥ったことから、5月に、シーズン初の一軍昇格。同月14日の対ヤクルト戦で一、軍公式戦の遺跡後発本塁打を放つと、 藤並慎太郎、脳見厚志が先発で登板する試合で、シーズン終了までバッテリーを組み続けた。一軍公式戦全体では、チームの保守で最も多い70試合に出場。とりわけ、リード面で、高卒3年目の藤並を大きく成長させたことから、シーズン後の契約交渉では、推定年俸4200万円で契約を公開した。なお、 シーズン中に FA 権の取得条件を再び満たしたものの契約交渉では FA 権を行使しなかった。2016年シーズンには前年までとは一転して新任の一軍監督金本智明の方針で一軍に保守二人制を採用。梅野、岡崎大地との間で正保守の座を争った後に公式戦の開幕を二軍で迎えた。さらに 4月下旬以降は、育成契約から支配下登録選手に復帰した、原口文人が一軍で対等。新人の坂本聖志郎が、夏場から一軍に抜擢されたこともあって、シーズン終盤までは一軍公式戦への出場が10試合にとどまった。藤並の調子がシーズンを通じて安定しなかったことを背景に、一軍帯同中には、藤波が先発する試合で、 スタメンマスクを任されていたが、9月の出場選手登録抹消を機に現役引退を決意。野球選手である以上、1軍で戦力にならなかったら引き際という理由で、9月29日にこのシーズン限りでの現役引退を表明した。10月26日付で NPB から任意引退選手として公示。11月19日のファン感謝デーでは、 現役引退セレモニーが催された後に、ナインから胴上げされた。チバロッテ2軍バッテリーコーチ時代2016年12月7日に、チバロッテマリーンズの2軍バッテリーコーチに就任することが、球団から発表された。背番号は、77。2017年11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて、 NPB スタン選抜のバッテリーコーチを務める。2018年シーズンからは今岡誠法の二軍監督就任に伴い背番号が78へ変更。10月15日に翌年の契約を結ばないとの発表がなされた。同月26日に横浜 DNA ベイスターズの一軍バッテリーコーチに就任することが発表され背番号は 74。6年ぶりのフルス復帰となる。2020年シーズンからは2軍バッテリーコーチに配置転換。打撃面では、回の打順で起用されることが多いものの、パンチ力のある打撃を持ち味としている。守備では、若手投手を巧みにリードする、インサイドワークに定評があり、投手をこぶして引っ張っていく強気なリードを持ち味とする。さらに洞察力と、 人間観察に優れており、横浜時代では、三浦の状態が悪い時の癖に気づいたり、阪神では、若手投手の育成に大きく貢献している。阪神移籍後の2014年から、現役最終年の2016年までは、藤波が先発する一軍公式戦のうち、通算33試合で保守として、スタメンに起用。この期間に、 阪神へ在籍した保守では、最も多く、藤波とバッテリーを組んだ。ちなみに、藤波とスタメンでバッテリーを組んだ一軍公式戦では、通算で19勝6敗という好成績を残している。ありがとうございます。